なんだよこれ。この名前間違ってないんだよな。はい、間違いありません。じゃあどうしてうちの堺市が決勝進出に入ってないんだ。それは僕にもさっぱり。俺が見た限りじゃ準決勝間違いなく堺市が一番抜けだったんだ。それがどうして。まあそれぐらいの実力だったんでしょう。ひいき目もあったようですしね。まあいいじゃないですか、心機一転ね。え杉野さん、あんたどうして平気でそんなこと言えるんだよ。おい、ちょっとどこ行くんですか。社長、 N1 準局だ。社長ちょっと待ってください。中目黒の外れに事務所を構える、ここ渡部エンターテインメントは所属芸人30組、社員15人の小さな芸能事務所。看板芸人の堺市の活躍は事務所の命運を握っていた。そう言われましてもね、渡部さん、結果は出てしまいましたから。だったらせめて審査の詳細だけでも教えていただきたい。いやー、結果は結果、堺市は負けた。そりゃまあまあ話ぐらい聞いてあげてもいいじゃないですかねえ。吉友工業の取締役のあんたがなんでここにいるんだ。あんたが指示でもしたのか。証拠もないのに何を失礼な。この大会に出資してんのはオタクだろう。はっ、そう思いたければそう思えばいいじゃないですか。所詮弱小事務所。また来年。社長、何やってるんですか、こんなところで。何かあの二人が繋がってる証拠がないか探してるんだ。もともとあの運営事務局長は吉友の社員だったんだ。それが運営事務局長になったところに何か手がかりがあるはずなんだ。僕も手伝います。ああ、頼む。あとこれ。ああ、ありがとう。それにしても堺市が落ちてまさか吉友1年目の八木が行くとは思いませんでしたね。八木？はい、知りませんか。ほら、兄弟コンビで養成所を首席で卒業したっていう、ほら、あのアンパンマンが通って月並みな漫才してた。あ、あいつが通ったのか。はい、あいつらはじめは自分たちがどうしてってツイートしてたらしいんですけど、すぐにそのツイートを消してここから優勝狙いますってツイートし直してたんですよ。あいつら怒られたんじゃないかな。なるほど。ありがとう、友達。そっちは任せた。え、いや、ちょっと。おい、ちょっと待ってくれ。君たちかN1 の決勝進出者、ヤギってコンビは。はい。俺は渡部エンターテインメントだ。渡部ってもんだ。マネージャーやってる。担当職人に聞く。今回の決勝進出について、自分たちはどう思ってる？ああ、それは。あの受けで本当に N1 の決勝に上がれたと、そう思っているのか。これは、これは。
渡部エンターテインメントさん、わざわざうちの劇場へ何用でしょうか。うちの所属芸人のことであれば、まず私にお話をお聞かせいただければと思います。なんであんたがここにいるんだ。なんでって、ここは我々の劇場ですよ。おかしいはずがないでしょう。ほら、君たち先に行きなさい。おい、ちょっと待て。君たちは今回の結果で本当に満足してないのか。事務所の都合で持ち上げられて、実力がないとメッキが剥がれれば必ず捨てられるんだぞ。だからまず私を通してもらおうか。俺たちにはこうするしかないんです。続いて N1 グランプリの近況報告をさせていただきます。現在 N1 は決勝進出者まで発表されていますが、準決勝まで残っていたうちの坂井氏は残念ながら決勝には進めませんでした。ですがこれは義朝の不正によるものと考えられます。何？不正？至急調査を進めてまいります。わかった。すぐに調査をしてくれ。なんで私が。こんな土平日にあんな小さな義朝の劇場に代表取締役がいるなんておかしいと思わねえか。まるで俺が来るのを知ってたかのようだった。たまたまなんじゃないですか。そうだ、お疲れ様です。今から渡部がそちらの劇場に向かいました。八木の二人に話を聞くと言っていたので気をつけてください。それと報酬の件お忘れなく。なんでそのメールを。俺はメールなんて一言も言ってないぞ。どういうことだ杉田。どういうことだ。すいません、杉田さんのパソコン調べさせてもらいました。俺たちはな、この仕事にプライドを持ってやってんだ。お前は人と人の信頼関係で成り立つこの業界でやってはいけないことを働いたんだ。そんなプライドも信頼もないお前にこの渡部エンターテインメントのマネージャーを名乗る資格はない。おいえ、おい、杉田、誰に指示された。それは…いえ、杉田。岡本社長です。あ、もしもし、渡部エンターテインメントの渡部です。やっぱりあんただったんだな、岡本さん。はい、何のことでしょうか。うちの杉田が全て話してくれました。杉田のパソコンの中には坂井氏が出演するはずだった番組を、そして M1 の日付や審査員に関する情報も、すべてのやり取りが記録されていました。その杉田さんという方ですか。とても作り話がお上手な方のようですね。話が違うじゃないですか、岡本さん。残念ながら私のもとにそのようなメールが届いた記録は残ってませんので。
局さ、杉田を退社させて、まあ、N1 の話はなんとかなったけど、俺も誰かを傷つけて誰かを笑かそうなんて虫のいい話言ってんだよな。もう、しっかりしなさい。いた。あなたが動かなかったら、そのアルパカだか羊だか分かんないけど、はい、ヤギね。その子たちだって納得いかないまま進んでたんじゃない？あなたはできることはやったのよ、マキちゃん。もしもし。あ、もしもし、渡部さんですか。先日渡部さんに言われた件調べてみたら言う通りでしたよ。あ、本当ですか。先日義友の口座から800万円が下ろされて、それがある個人口座に入れられていたんです。どこだと思います？